はい、こんにちは、ちゃちゃちゃです。今回は12月の7日にやってくる第1回大型アップデートに向けて、今やっておきたいことをまとめて共有したいと思います。まずはアップデート内容を簡単にまとめます。アップデート内容で確定していることが、新モンスターとしてジンオーガが追加されることです。そして、ほぼ確定しているアップデート内容としまして、新モンスターとしてベリオロスとバフバロが追加されること、また新武器で双剣トランスが追加されること、この2点がほぼ確定しています。それでは今やっておきたいことを5点まとめて共有します。まず1つ目、銭集め。アップデートで新武器や新防具が追加されますが、何をするにしても銭が必要です。なので今どういった新コードの方でも一番やっておきたいことは間違いなく銭集めです。銭は星6以上のモンスターを討伐していくのが効率的です。普段龍玉のかけら集めのために星8以上しか討伐していないという私のようなハンターさんも、今の時期は星6以上のモンスターも殲滅していくことをおすすめします。もちろん銭は課金で賄うっていう方もいらっしゃると思うので、そういった方は必要ないんですけどね。ただ銭稼ぎを主にした狩猟にはデメリットもあります。アイテムボックスがすぐにパンパンになってしまうんですよね。私もアイテムボックス最大限に拡張はしているんですが、それでもレア1の素材で、かつ自分が使ってない武器の素材、所持数上限を50にしていてもすぐに溢れちゃうんですよね。12月の7日のアップデートでアイテムボックスの拡張もできるようになってほしいなと私は思ってます。2つ目、対策武器の強化。アップデートで追加される予定のモンスターに対して強く出れる武器、準備しておきたいですよね。それぞれのモンスターの弱点属性は、ジンオーガが氷属性、ベリオロスが火属性、バフバロが竜属性、時点で火属性です。無属性や毒属性を育成している方は銭稼ぎを優先しつつも、現在使っている武器の強化を引き続き行うのもいいと思います。ただし無属性に関しては、バフバロ武器が覚醒武器という解放スキルがなければ無属性っていう武器なので、睡眠覚醒属性であるクルルヤック武器同様、おそらく無属性武器になるはずです。そうなるとバフバロの武器の方が現状の無属性武器より強い可能性もあるので、今持っている無属性武器を育成した方がいいか、結構難しいとこなんですよ。特に精錬剤が必要な段階まで強化しているハンターさんの場合は、強化せずに止めておくというのもありかとは思います。ただ強化すると狩猟がはかどったりするので、判断が難しいとこなんですよね。それに比べて属性武器を使っているハンターさんはかなり分かりやすいかと思います。現状は集中的に非属性であるリオレウスの武器を強化していくのが無難かなと思います。ジンオーガの弱点属性は氷なんですが、氷属性に関しましてはベリオロスの武器が氷属性の武器なので、レイギエナの武器よりベリオロスの武器の方が強力である可能性がありますよね。なので一旦非属性を強化して、ベリオロスやバフバロを簡単に討伐できる状態に持っていき、氷属性の武器に関しましてはベリオロスの武器の性能を見てから強化するというのが間違いないかなと私は思ってます。ただベリオロスとレイギエナに関しましては、モンスターハンターという世界観の中では同じ危険度のモンスターではあるので、どっちが明らかに強いという感じではなく、こういう場合はレイギーナ、こういう場合はベリオロスみたいな感じで出してくれるんじゃないかなと私は思ってます。ライトボウガンの場合はね、貫通武器になるんじゃないかなと睨んでるんですよね。三段武器の方が DPS は出しやすいんですが、普段使いで簡単に使うってことであれば貫通の方が使い勝手が良かったりしますよね。3つ目、龍玉のかけらを集める。銭がめちゃくちゃ余ってるという方は、次に困るのは龍玉のかけらだと思うんですよね。なのでもうすでに30万銭ぐらいあるという方は、龍玉のかけらを狙い撃ちで狩猟するというのもありかと思います。4つ目、新武器に向けて狩猟する。新武器として双剣とランスが来てくれるはずです。それぞれどのモンスターの武器が実装されるかは不明なんですが、例えばリオレウスの双剣が使いたいならリオレウスをたくさん討伐して素材を集め、ジュラトドスのランスのためにジュラトドスを狩猟するというのも全然ありかなと思います。この動画を作成するのに調べていて改めて気づいたんですが、プケプケのランスは毒属性でなく水属性なんですよね。モンハンなどでも水属性になるかどうかはわからないんですが、水属性のランスを検討されている方はプケプケ中心に狩猟するっていうのもありなのかなとちょっと思ったりしました。5つ目、メインクエスト1周目をクリアする。メインクエスト1周目を楽しんでいる方はなるべく早めに1周目をクリアして2周目に突入することをお勧めいたします。理由としまして2つありまして、1つ目が1周目をクリアすると毎日のデイリークエストの報酬として武器と防具を強化するのに必要な精錬剤というアイテムが1日1個だけもらえるからです。これがないとどれだけ素材があっても武器と防具の強化ができないので、1周目に関してはなるべく早めにクリアすることをおすすめしています。2つ目の理由としましては、星5に比べて星6のモンスターが銭が2倍もらえるんですよね。このゲーム何をするにも銭が必要なので、銭のためにも星6モンスターが出てくる状態にするっていうのもおすすめの理由の一つです。以上、今やっておきたいこと5つまとめて共有しました。最近本当に寒くなってきて狩猟が大変になってきましたよね。私もディアブロス亜種2日目に関しては体調が万全でなかったので狩猟を断念したりしました。やっておきたいこと6点目としまして、皆さん心がけていらっしゃると思いますが、リアルの体感装備を充実させ、しっかり睡眠をとって体を整えることも重要かなと思います。改めましてモンハンナウはリアルハントのゲームなので絶対に無理なさらないようにしてください。お家の中だと寝不足でゲームをしてもそのまま寝落ちして背中が痛いだけとかで済んじゃいますが、モンハンナウはそうはいかないですし、ぼーっとしてしまって事故に巻き込まれる可能性も大いにあるので、本当に本当に気をつけていただきたいです。長く続けるためにも無理せず体調優先で楽しんでいきましょう。ということで今回はモンハンナウで今やっておきたいことをまとめて共有しました。動画良かったよって方は高評価ボタンのポチをお願いします。またどんどんモンハンナウの動画も投稿していきますので、チャンネル登録もお願いします。またね。